横浜 FC の FW 小川光輝25が開始12秒で先制ゴールを決めた。 J1 では広島 FW 佐藤久人が6年4月22日の C 大阪戦1-1で記録した開始8秒が最速。日刊スポーツ調べ。ついで鹿島 FW 大迫勇也、現 J1 神戸が13年8月28日の清水戦3-4でマークした11秒。FW 三浦知良、現ポルトガル2部オリベイレンセは V 川崎時代の96年11月6日の市原戦5-1で開始13秒でゴール。非公式ではあるが、今回の小川は数の J1 でのスピードゴール記録を抜いた。